上や横を向けた際に輪郭のラインを消すと、首と顔が自然につながって見えて、立体感もより感じられるようになります。まずはじめに、顎の下の影部分の素材、輪郭線を隠すための素材、顔の輪郭線を用意する必要がありますので、配布している宵凪ホタルアンダーバー V モデルアンダーバー01アンダーバー素材分け .psd を開いてください。こちらの psd に入っている顎下輪郭線隠しというレイヤーグループが今回必要な素材になっています。ご自身でオリジナルモデルを作る際にも、このようなパーツを書き起こして追加しておきましょう。追加素材を確認したら、顔の輪郭線を分けていきましょう。親デフォーマーの大きさを調整したら、髪揺れ後ろの下に新規パラメーターを作成します。髪揺れ後ろ2という名前にして、 ID も分かりやすいものにしておきましょう。範囲の数値も髪揺れ後ろに合わせてマイナス1から1にしておきます。後ろ髪の各アートメッシュを先ほど作成したパラメーター髪揺れ後ろ2に紐付け、変形パスで揺れの動きを作っていきましょう。ポイントとしては、髪揺れ後ろで根元から中腹部分を中心に揺らし、髪揺れ後ろ2で中腹から先端部分が揺れるように、動きに違いが出るようにすると良いです。すでに作成済みの髪揺れ後ろの動きも適宜調整しましょう。動きをつけ終わったら、髪揺れ後ろ、髪揺れ後ろ2のパラメータを連結させて、円を描くようにキーを動かしてみましょう。しなやかな揺れが表現できていれば OK です。パラメータを作成したら、まずは右前腕 B の動きを作っていきます。パラメータ右前腕 B にデフォーマー右前腕 B の回転を紐付けて、プラス30の時に30度、マイナス30の時にマイナス30度回転するよう動かします。続いて、パラメータ右手 B の動きも作っていきます。デフォーマー右手 B の回転をパラメータ右手 B に紐付け、こちらも同様にプラス30の時に30度、マイナス30の時にマイナス30度回転するよう動かしましょう。右手 B と右前腕アンダーバー B のアートメッシュもパラメータ右手 B に紐付けて、動かした際に手首部分の形状や線のつながりが綺麗になるよう調整しておきましょう。体の回転 X パラメーターに紐付いているオブジェクトをすべて選択し、ポップアップの変更をクリックし、パラメーター変更ダイアログを出します。角度 X を選択して OK を押すと、体の回転 X パラメータについていた動きがすべて角度 X に移植されます。角度 X と体の回転 X ではパラメータの範囲が異なっているため、このままだと範囲外のキーではオブジェクトが消えてしまいます。体の動きの範囲を顔に合わせるため、体のオブジェクトを選択したままポップアップの調整をクリックします。値の調整ダイアログが開くので、マイナス10の部分をマイナス30に、10の部分を30に書き換えます。これで顔と体の範囲が同じになり、角度 X を動かすと体も同時に動くようになりました。パラメーターの設定画面をスクロールしていくと、ボディ、ローテーション、Z の設定項目がありますので、こちらを変更しておきます。デフォルトでは入力がフェイスアングル Z になっており、頭の角度 Z に紐づいて体の回転 Z が動くようになっていますので、インをクリックしてフェイスポジション X を選択し OK をクリックします。これで顔の左右位置を体の回転 Z に紐付けることができました。あとは実際に動かしてみながら、インの最小値と最大値を調整して、動きの範囲が適切にアウトの範囲に収まるようにしましょう。範囲を超えた時のカクつきが気になる場合は、インの範囲を制限するをオンにするのもおすすめです。